こんにちは、シーアレース大阪まっちゃんです。今日は玄武さんから新商品出たんで、それをちょっと紹介していこうと思ってます。はい、一応部品なんですけど、はい、これなんですよ。ん、なんすかこれ。ちょ、ね、リバンプのサポートブラケット、はいはい、っていうものなんですけど、ちょっと、まあ後で車につけるんで、はい、あれなんですけど、とりあえずちょっと説明書で、ちょっとね、リバウンド、このここに止めてる土台で、はいはい、この根元で溶接してるだけなんですよ、前と後ろで、うん、で、やっぱり低い車とかで、ここの隙間なくしちゃうと、こっちの溶接がちぎれてきて、この土台が取れたりするんですよ。あ、そういうことですね。そうです。で、それをなくすために、ただ下のフレームから土台まで、はい、これを入れて補強を入れると。あ、補強するっていう感じですね、はい、そうです。おお、このこういう感じで、ここの溶接がちぎれるんですよ。へえ。で、そこちぎれちゃったら、まあ、リバウンドつけれんくなるんで。ああ、もうそうですよね。はい。で、そこをちぎれ防止のためにこれが、はい、ためにこのサポートブラケットというものが出ました。ほんなら、はい、あとざっくりちょっと作業の方、はい、パパッとしましょうか。今から、はい、ちょっとつけます。はい、はい、はい。まあ、ホイール取ったんですけど、はい、じゃあね、まあ、リバウンド、はい、でさっき言ってたのがここ、これこうやって溶接でついてるだけなんですよ。ああ、そうですね。結構低い車とかやったら、この隙間があんまりみんな詰めてとかして、はい、リバンプ結構当たってこの溶接が剥がれるっていうことがあるんですよ。この正直何回か見ました。この溶接をが外れない。そうっす。外れるっていうのはどう言ったらいいんですか、ね。取れにくくするようにこう補強を入れるんですけど、はい、これはここのリバウンドの下のネジに上側はとも締めします。あ、で下はこいつのこのボルト、あ、ボルトありますね、車両のフレームのね、はい、これ一回外してとも締めするんですよ。こうやって、これが補強入るんで、はい、もちろんここで補強入れられるんで、こっちに今負担が行きにくい。ああ、そういうことですね、はい、そうなんです。でもこれ取り替えすぐ簡単そうですね。そうですね、取り付けっていうかね、ホイール外してこのネジ取って、まあ、下潜ってこれ取ってで付けるだけ、はい、この頃に今からやりましょうか。はい、早速やっていきます。はい、はい、じゃあね、今この下のここのネジ外したんですよ、これ。ああ、ついてます。はい、はい、これ外しました。はい、でそこに、まあ、これをこうとも締めするんですけど、はい、あ、中入れて、そうはい、これね、こう合わせてこうした時にやっぱりね、あ、ちょっと隙間ありますね。隙間、この車こう奥までしたらちょうど当たるんであれなんですけど、はい、多分車両の個体差とかっていうのも結構やっぱり出てくるんで、はい、そこに隙間空いた場合、こういうプレートついてるんで、これ入れてもらって、そこで調整するっていう感じで、はい、それはもう調整してください。多分左右の差も若干はあると思うんで、はい、左右で全く同じにはならない車も中にはあると思うんですよ、はい、だからそれで調整してつけるようにしてください。これはもちろん付属されてます。これですね、はい、ほんならそれ今からちょっと調整しながらつけましょうか、はい、ちょっと調整してつけていきます。はい、付け終わりました。じゃあこんな感じで、あ、補強もバッチリ。バッチリですね。はい、バッチリですね、うん、まあ、ちょっとね、見た目もなんかかっこいいじゃないですか。ね、ちょっとなんか足回り触ってる感出てて、うん、色もいいらしい ね、いいかなと。かっこいいし、この補強にもなってるし、そうですね、はい、めっちゃいいと思います、ね、で、まあまあ一応ローダウン車、はい、やったら一応全部肉のローダウンしてる車であれば取り付けはできます。四駆はできない。四駆はできないです。一応肉用っていう設定出してるんで、あ、はい、でちょっとそれはできないんで、はい、まあ、ローダウンされてる方で、まあ、ここあんまり隙間空いてないな、つけて大丈夫かなっていう心配な方は全然つけて、うん、つけるんで、そうですね、お問い合わせいただければ。これ値段はいくらなんですか。物が1万2000円
12,000円、はい、12,000円です。で、まあ、工賃なんですけど、はい、まあ、ちょっとパッとつけての工賃なんであれなんですけど、まあ、一応5,000円でしようかなと思ってます。たら17,000円のプラス消費税、はい、ってことですね。はいはい、です、まあ、こんな肉のね、はい、ローダウンした車にはおすすめですね。はい、ね、ぜひお問い合わせいただければと思いますんで、うん、これはお店に飾ってます？お店に置きます。あと通販でも発売は、はい、通販でも行けますし、横浜店でも大阪店でも大丈夫なんで、黄色のデモカーにこうやってもつけてるので、うん、はい、全然実際見てもらって、そうですね、はい、お願いします。ほんなら今回は玄武さんの新商品ということで、はい、の紹介でした。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。